次は在庫確認か。今日は忙しいな。ノーム君、大丈夫？すごく忙しいみたいだけど。はい。でも店が忙しいというのは喜ぶべきことだってカティさんに教わりましたから。でもカティさんは今日もサボってるんでしょ？ノーム君だけ働かされるなんて良くないと思うんだけど。カティさんからもよく言われます。ノームは働きすぎだからサボることを覚えろって。え、そうなの？はい、仕事はサボって休んで適当に。ここで働き始めた当初から言われてることです。じゃあどうしてノーム君はそんなに働くの？僕はこの世界に来るまで好きなことややりたいことを何一つできないでいたんです。だからここに来た時も自分が何をするべきなのか全くわからなくて本当に辛かったんです。そんな僕の前に現れたのがカティさんでした。住む場所のなかった僕にこのお店の部屋を提供してくれて仕事まで与えてくれました。そんなことがあったんだ。はい、こうして働きながらいろいろな経験を積めるのはカティさんのおかげなんです。だからお店の仕事をするのも楽しいんです。だってカティさんの力になれてるんですからね。ノームくんがいい子でカティさんは幸せ者だね。そうじゃなかったらお店潰れちゃってたと思うし。